皆さんが入っていらっしゃいました。では広瀬さんには客席でコンサートを聴きいただいて、また後ほどお話を伺わせてください。お願いいたします。いってらっしゃい。広瀬さんからお話があったんですが、その原田さんが学院の皆さんにされたそのイメージということなんですけれどもね、第一楽章から第四楽章にかけて、ヨーロッパからアメリカに船でやってくる、最初は不安がある、でこの楽器のこの音は怒りが降りる音なんですよ、これは、荷物が乗せられる音、で第四楽章に向けてそれが喜びと希望に変わってくる、そしてクライマックスに達する、いろんな解釈があるでしょうけども、どうぞ皆さん今日と明日は僕が思い描いているこの物語を私と一緒に奏でてください。そんな語りかけがありました。さあ、その物語が間もなく奏でられようとしていますね。ドボルザーク作曲交響曲第9番補短調新世界から、管弦楽 NHK 交響楽団指揮原田慶太郎。今日のコンサートマスターは篠崎文之。